カタールワールドカップ2022の日本代表選手が発表され、その選出に関して驚きの声が上がっています。当然メンバーの人数は限られるので賛否両論ありますが、その中でも原口元気が落選したことがサッカーファンの間で大きな話題となっています。そこで今回は原口元気はなぜ落選したのか、また物議を醸す理由について紹介していきます。ロンドンオリンピック世代で現在31歳の原口元気は最後のワールドカップとなる予定でしたが、叶わないものとなってしまいました。プレースタイルは高い身体能力と左サイドからカットインドリブルを武器とする攻撃的な選手でした。ロンドンオリンピックに出場できず、ドイツ移籍でドリブルで勝負しますが、ここで壁にぶつかります。しかしドリブルを捨て守備と戦術眼を磨くことで中盤のインサイドハーフを軸とする選手に見事に転身しました。日本代表では複数のポジションをこなし、攻守にハードワークできる選手であるため、監督からすると一番持っておきたいタイプの選手に成長していました。そのため原口がワールドカップメンバーから外れたことに驚くサッカーファンは多かったのではないでしょうか。ファンや日本代表 OB など含め、原口は先発ではなくともメンバーには入るだろうと思っていた人が多かったはずです。実際に前回大会のベルギー戦では得点も決めており、大舞台での強さも証明済みです。それでは原口が今回日本代表から落選してしまった理由について紹介していきます。一つ目の理由はポジション争いの激化です。インサイドハーフと左サイドハーフのポジションを務める機会が多い原口、同じポジションには久保建英や三笘薫、森田秀政、田中碧といったライバルが台頭してきました。これにより原口の序列が低くなり、純粋に新しい選手とのポジション争いに負けてしまったというところが落選の最大の理由といえます。原口の落選について元日本代表中村憲剛は、原口はプレータイムこそ長くないものの、前回大会の経験者として絶えず招集され、チームの雰囲気を形作る役割を担ってきたと理解していました。その起用法からは森保監督の原口への信頼を読み取ることができたので、このタイミングでの選外は率直に言って驚かされました。ワールドカップでの戦いをあらゆる角度からシミュレーションし、別の選手で臨むことを選択したのでしょうと、分かりやすい理由が一つあるわけではなく、総合的な判断と推察しています。二つ目の理由は所属クラブにおいての出場機会の減少です。原口の持ち味は強度の高い守備と運動量の多さです。現在原口はドイツブンデスリーガのウニオンベルリンに所属。11月6日現在でブンデスリーガ2位に躍進中のチームで、原口は苦戦を強いられています。ブンデスリーガ12試合での出場機会は300分に達しておらず、得点もアシストもゼロです。開幕して2試合はスタメンでしたが、それ以降はベンチが多く、最後に先発した試合は10月9日でした。途中出場の機会も少なくなっていることから、試合感やゲーム体力が失われているリスクを考慮された可能性も高いのではないでしょうか。ハードワークが売りの選手なのにもかかわらず、90分計算できないと評価が下がるのは当然です。ワールドカップイヤーでレギュラーポジションを失ったので自業自得とも言えますね。原口が落選したことに驚いている人は、今シーズンのウニオンベルリンでの原口が置かれていた苦境を知らなかったのではないでしょうか。3つ目の理由は26人へのレギュレーションと5人交代枠への変更です。今大会からワールドカップは23人から26人に登録メンバーが変更されました。これまでは原口のような複数ポジションをこなす選手は必ず1人は選ばれるものでした。しかし26人枠となったことで、複数ポジションをこなす原口のメリットが減り、森保監督にとっての優先順位はかなり低くなった可能性はありますね。原口の落選を記者会見で説明した森保監督は、23人から26人に増枠された影響ではないことを明かしています。原口の名前が出た中で、彼らに頼りたいところはまだまだある、同時に伸びてきている経験の浅い選手がいることも大切にしないといけないとコメントしていますが、全く影響がないわけでもないでしょう。5人交代制度への変更によって、短い時間で違いを出すことができる調子のいい若手選手が重宝された側面もあるでしょう。4つ目の理由はスペシャルプレイヤーの採用です。26人枠になったことの変化で、複数ポジションをこなすユーティリティプレイヤーよりも一つのポジションで特別な働きをしてくれる選手が優先されたことも大きな理由の一つでしょう。例えばボランチのポジションにおいて、柴崎岳はメンバーリストを争った一人と考えられます。柴崎は天才的なパスセンスとゲームメイクを一人でこなす異彩の持ち主です。しかし守備は苦手で、フィジカルコンタクトにおいても弱みが多々見受けられます。弱点も長所もはっきりした選手です。
ロシアワールドカップのベルギー戦では柴崎の絶妙なスルーパスに抜け出した原口がシュートを決めて先制点をもたらしています。芸術的なラストパスを出すことができる柴崎と比較すると、原口は弱点もないですが、これといった武器もないタイプといえます。また左サイドハーフとしては、直前の東アジア選手権で大活躍した相馬勇紀が選ばれています。相馬は原口のように複数ポジションをこなすわけでも、守備が強いわけでもない若手選手です。しかしドリブル突破とセットプレーのキックで違いを作ることができ、 J リーグ最終戦でも得点を決めるなど現在ノリに乗っている選手です。26人枠では相馬のようなジョーカータイプの選手を採用しやすく、左サイドハーフのサブとして相馬が原口よりも優先された形となりました。可能性は低いですが、ネットで囁かれる5つ目の理由として性格が挙げられます。原口は超がつくほどの負けず嫌いで知られています。負けず嫌いということはスポーツにおいてかなり重要な一面ですが、チームに亀裂が入ってしまうこともあります。原口にはいくつかの負けず嫌いエピソードがあります。最初の負けず嫌いエピソードは、まだプロ2年目浦和レッズ時代の2009年のことでした。練習中にエジミューソンにファールをされた原口は、謝れよと怒鳴りつけ、エジミューソンも対抗して小競り合いになったそうです。外国人だろうが先輩だろうが向かっていくその根性はすごいですね。また2011年には浦和レッズのチームメイトだった岡本拓也がふざけてボールを当ててきたことにブチギレ、岡本選手の左肩を思いっきり蹴り飛ばし、左肩関節脱臼で全治3週間の怪我を負わせたとか。このことを重く見たクラブは原口に対して1週間の謹慎を命じたそうです。2012年には柏レイソル戦にてスタメンで出場していた原口ですが、前半の27分で交代させられました。これに不満を持った原口は監督に抗議しようと詰め寄るも、チームメートから止められます。しかし怒りは収まらず、試合後の挨拶もせずにさっさと帰宅するといった問題行動を起こしています。2013年にも監督にブチギレ、練習中の紅白戦でも途中交代を命じられると監督に詰め寄って抗議と、負けず嫌いなせいかかなり短気な性格のようです。チームメイトが制止するとクーラーボックスを蹴り飛ばし八つ当たり、チームメイトからいい加減にしろと怒鳴りつけられたこともあるそうです。ただ原口の問題行動は全て若手時代の若気の至りです。海外移籍によって人が変わったようにチームプレイヤーとなった原口は、ベンチに置いていても安心できる経験値と振る舞いをする選手に変貌しています。原口の性格的な問題は個人的には全く外れた理由とは関係ないと思います。実際にアジア最終予選では控えとしてチームのために献身的にベテランらしく振る舞う原口は非常に頼もしかったですね。若い頃にこれくらいの威勢の良さがないと逆に日本代表に上り詰めることは難しいのかもしれません。また若気の至りを辛抱強く見守ってくれたチームメイトに恵まれたことも原口の成長を促したのでしょう。6つ目の理由としてシステム変更が挙げられます。アジア最終予選初戦のオマーン戦で、原口は 4-2-3-1 の左サイドハーフとして先発していました。しかし日本代表は初戦で敗北すると、3試合目のサウジアラビア戦でも原口は後半60分からサイドハーフとして投入されています。これにも敗北。後がなくなった森保監督は 4-3-3 にシステム変更します。インサイドハーフには森田選手、田中選手の元川崎フロンターレのコンビが採用され、阿吽の呼吸で中盤のパスワークを構築しました。また最終予選終盤では同じく元川崎フロンターレの三笘がブレイクしたことで、左サイドにも居場所がなくなってしまいました。予選を突破した後は原口に与えられた役割はインサイドハーフの控えとなっています。原口自身は、僕はドイツ相手に8年プレーしていると、ドイツでプレーした実績を理由に初戦のドイツ戦に向けたインタビューでは自信を口にしていました。森保監督への信頼も口にしていましたが、原口自身ポジションはインサイドハーフと公言しています。しかし10月のメンバー発表前最後の強化試合では 4-2-3-1 を採用。原口の得意なインサイドハーフのポジションはなくなってしまいました。原口はダブルボランチでのプレー経験は少なく、左サイドハーフは三笘、南野、相馬と3人が台頭。原口は時間とともに森保ジャパンの中での居場所を失いつつありました。これに関しては元日本代表の城彰二も自身の YouTube チャンネルで言及。メンバー予想した際、森保監督が 4-2-3-1 をメインシステムに据えたのだとすると、原口が外れる可能性は高いと、原口がメンバーから外れることを予想していました。いかがだったでしょうか。以上6つの理由が原口元気が日本代表メンバーから落選してしまった理由として囁かれています。個人的には大舞台でも動じないメンタルを持ち、攻守にハードワークでき、
かつ1対1で戦える原口は様々な事情はあっても呼ぶべきだったと考えています。森保監督はあらゆるシミュレーションをした結果として原口を外す決断に至ったのでしょう。しかしシミュレーション通りにいかないのがワールドカップであり、そういう場面で頼りになるのが原口です。前回のロシアワールドカップでも直前で本職ではない右サイドハーフで起用され、見事に役割をこなしてくれました。原口のようなどのポジションでどういう状況でもワールドカップという大舞台で臆することなく戦ってくれる存在は多くありません。発表されたメンバーには怪我からの回復途上の選手もいるので、状態次第では原口選手を追加招集することも検討してほしいですね。ちなみに原口落選のニュースが流れた後、原口の所属クラブであるウニオンベルリンは原口の写真とともに英語で行こうぜ元気と一言、余計な言葉など必要ない、一緒に日々を歩んでいこうというクラブの気持ちと優しさがにじみ出るような投稿でした。ぜひ原口にはクラブでも活躍していってほしいですね。それではまた。